長の縁、4人の頭を引き連れて共に踊ればつながる縁、この世は楽園、悩みなんざ吹っ飛ばせ。なんなのこいつ。第1話アバタローというお話。3月6日日曜日午前9時30分いざスタート。楽しもうぜ、勝負勝負。次回、私は全てを失った桃井太郎を探しているのに、俳句、でかい記事、ちっちゃい犬、変なおばさん。でも戦わなきゃ、私戦士だし。本には大桃小桃というお話。次回、私は生まれながらの賢人、教授、風流人、鬼頭遥と白熊が宅配泥棒を追っている。面白い。私の知恵を授けよう。第3話明かり泥棒というお話。次回、僕岸野剛の次の仕事はおにぎり屋復興。協力者の桃井さん超優秀だけど厳しすぎません？そんなんじゃ誰もついてきませんよ。4話おにぎりの鬼という話。次回、俺は犬塚翼、指名手配されてるが無実だ。だから逃げる。立てこもる。なんだこいつら、どうしてわざわざ集まってくるんだ。ドッコは立てこもった犬というお話。次回、僕がこんなに優秀だとは思わなかったよ。でもまだだ。美穂ちゃんにふさわしい男になるんだ桃井太郎。勝負だ。第6話キジ三日天下というお話。次回、今日は特別授業なのに先生が俳句の猿に桃いたろ。しかもなんか2人で揉めてるし、同級生消されてるんですけど。第7話先生の群れというお話。次回、俺には夏美という大切な人がいる。あんたにもいるのか。俺とあんた案外似てるのかもな、その大切な人に。第8話ロン毛の虜というお話。次回、なぜ太郎が弱い。きびだんご、なぜ。え、マスター、なんで太郎がロボになった。なぜ。第9話ボロ太郎とロボ太郎というお話。次回、私は全てを取り戻した。もう戦士ではない。漫画家を襲う一月と戦う新しいドンブラザーズ。関係ない。これが本当の私。第10話鬼が見た虹というお話。いつもの刑事、あいつは化け物か。一体俺に何をした。それでなんでお前らが集まる。やめろ、お前らの看病なんてろくなことにならず。第11話犬のかく乱というお話。次回、嘘をつくアイドル、嘘がつけない俺、嘘とは難しい。しかしこの祭りは嘘ではない。さあお供ども、合体だ。第12話月は嘘つきというお話。
次回次回。なぜ人は欲望にまみれる。桃井太郎のような清らかなものが住む世界を私は作る。今度こそ奴を倒す。ドン13話さよなら太郎というお話。次回次回。僕は生まれながらのヒーロー。ついに世に出る時が来た。僕があなたたちのリーダー。さあ僕と一緒に戦いましょう。ドン14話身代わり次郎というお話。次回次回。太郎は本当に死んだの？次郎、あなたが何者でもいい。私がどうなってもいい。太郎、私諦めないから。ドン15話おかえり太郎というお話。次回次回。僕は新人ですが、太郎さんを継ぐものなんです。どうして分かってくれないんですか。そんな分からず屋たちはいなくなってしまえ。ドン16話闇落ちスイッチというお話。